さあ今日はいよいよ、ラスオーラス西井社長が紫スポーツクイーンズスケア横浜店に遊びに来ていただきました。社長こんにちは。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。いえいえ、はい、今年も大人気ですね、このプレセボたち。はい、ありがとうございます。そしてロストも大人気ですよ、はい、今年あの3種類メインで出てますけど、はい、それぞれ簡単に夏に向けて、はい、皆さんどれを買うか悩んでると思いますので。わかりました。ワンポイントアドバイスください、はい、お願いします。 はい、まずショートラウンドですね、はい、ショートラウンド、はい、このモデルです。これすごいですよね、はい、まあ、名前の通り短くて丸いモデルなんですけど、はい、まあ、プレセボのサーフボードの今回のスリーモデルの中で一番短く乗れるモデルです。短めで乗れる、短めで乗れます。メリットなんですね。はい、そうですね。コナミをこう切り刻んで上に上がって下がってこう細かくこうターンして乗れる、すごく面白いものですね。ハイパフォーマンスなサーフィンが好きな方がいいと思います。そうなんですね、はい、コナミのハイパフォーマンスにはもうこれが間違いないですね。間違いないです。はい、特に湘南エリアのサーフィンされる方なんか最高だと思います。もう抵抗が早くないとみんな困っちゃうんですけど、はい、抵抗が十分早いです、はい、この長さにしてはノーズの幅とかもそうですね、幅がありますね。そうですね、ノーズ幅も持たしてあるんで、はい、あとボード全体の、ボリューム感も程よくつけてあるんでペラペラじゃないです、はい、ボリュームが十分あって抵抗も十分早いモデルです。これ実際このプロのこのモデルですよね。そうですね、ショー小林っていう、そうですね、小林プロ、そうですね、この間来てましたよね。そうですね、はい、アメリカの方からショー小林っていうちょっと小柄な日本人の子なんですけど、はい、まあ、彼が開発ライダーとしてデザイン開発したモデルなんですけど、いくつかデザインをどん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 作り込んでいくうちにどん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 短くなって、なるほど、はいはい、特に小柄の日本人の方にすごく合うモデルなんで。西井プロはこのサイズどれになってるんですか。僕は5、この一番ちっちゃい5-5っていうのがあるんですけど、はいはい、そのままモデルですね、はいはい、ごめんなさい、5-4ですね。5-4乗ってるんですか。そうです、はい、すごい短いですね。そうですね、はい、だいたい、まあそうですね、5-10乗ってる方だったら多分5-5とか5-6あたりを選べるんじゃないですかね。あ、そうなんですか。5-8-9選んでる人だったら5-4とか5-5ぐらいを選ぶと思います。へー、はい、すごい、はい、このショートラウンド、はい、横浜店でも大人気です、はい、そして、はい、そしてまあこれですね、タブレットの後継モデル、タブレットの、生まれ変わったタブレットの名前がコンクエストエルディアブロです。エルディアブロ、はい、これうちはこれが一番よく売れてます。はい。いやもうこれは全国的にこれが一番。やっぱそうなんですか。はい、もうタブレット乗ってた方がバンバン乗り換えてくれてるんで、もうみんな同じ長さ、例えば5-10乗ってる方が同じ5-10選ばれるんですけれども、はい、それでももうテイクオフの速さとか、まあ、ね、パドリングの速さが格段に良くなってるのと、あと操作性ですね、はい。これがすごく格段に良くなってます。そうですよね。全体的になんかこうスッキリしたフォルムに生まれ変わりましたよね。8年前のモデルなんでタブレットは、まあ、タブレット2になってバベルでエッジなんか追加されたんですけれども、はい、もうメイフィムのシェイプ技術と、いろんな、データの蓄積によってアウトラインで全てを調整したんですね。今回 そこが革新的なところで、他のメーカーさんなんかのことを悪く言うわけじゃないですけど、はい、奇抜なテールを一生懸命作ってボードの動きを良くするっていうのはもうメイヒューはそこから抜け出してるんですね。なるほど、はい、うん、アウトラインの調整、まあ、厚みとかバランスの、調整にもよるんですけれども、ボードの動きを良くしたり、厚みのバランスをつけるバランスで抵抗を速くしたりしてます。特にこのマークのですね、下のあたりにボリュームがあるんですよね。このここにボリュームがあるんで、テイク波に乗り遅れそうになった時とか波を追っかけてる時にこうグッとそうですね、胸で押したり顎で押したりするんですけど、それがねすごくしやすいんですよね、その調整が、はい、人間の体ってこう頭が一番重たいんですけど、はい、その頭が上下にするこう動くんですけれども、ノーズがやっぱり薄いとすぐ沈んじゃってちょっと危なかったりパーリングしやすい、刺さりやすいですよね。そうです、刺さりやすいんですけど、このボードも厚みがあるんで前に乗り込めるプラス耐えてくれる、ね、はい、耐えてくれます、はい、すごくパーリングもしづらいですし、そういう秘密が隠されてたんですね、はい、だから速いんです。だから速いんですね、はい、テイクオフのパドリングに特化されたモデル、この胸がつくあたりが、はい、すごいです。
そっか、やっぱタブレットよりも全然調子いいんですね。いや調子いいですよ。あとねちょっといいですか、うん、説明させてもらって、あのテールなんですけど、このウィングが随分上にあるんですね。そうですね、はい、でこうデッキグリップここを貼ると思うんですよ。で、はい、キックがここにあって必ず足がここに来るようにできてるんですね、うん、でこの、まあ、バックスタンスここに来た時にウィングよりも前、ウィングよりも後ろに来るんで、見てください、こんなちっちゃなテールの乗っかってることになるんですよ。あ、なるほど、はい、だいたい、まあ、日本人の方平均26センチ前後の足の方が乗ってもすごくコントロールしやすい。あ、まあ、US のモデルとか皆さん他のメーカーさんなんかも US のモデルそのまま持ってきてるんですけども、こういった細かい調整までしてます。日本人の足の方、足の大きさのことまで考えてデザインされています。そうなんだ、はい、だからテールのコントロール性能もいいんですね。そうなんです、はい、確かに試乗会に乗ったけど全然違いましたよ。ですよね、タブレットとすごいんです。もうなんか癖がないっていうかね。そうなんです、乗りやすいですね、動かしやすかったです。はい、あのタブレットに乗られてた方にぜひ乗ってほしいボードです。いいですね、はい、ぜひぜひ乗り換えてもらいたいボードです、これは。はい、さあそして最後のこれですね、モデルですよね、はい、ちょっと可愛い感じ。そうですね、これが、ラウンドローズのボードでレイジーポテト、はい、まあ長さが55から511まであるんですけど、あるんですけど、はい、これはですね、特にノーズのエリアが丸くて広いので、はいはい、安定感があります。うん、あのライニング中もそうなんですけれども、まずパドリングして寝そべった時、うん、フラフラしないです。短さの割にはあのフラフラしないです。ですから、ファンボードとかロングボードとかをやられてて、まあ、ロングボードやられたんだけどちょっとショートボード乗りたいな、ショートボードに乗ってみたいなとか、うん、そういったお客さんとかのにはぜひ選んでもらいたいボードなんですよね。テイクオフする時の動作がこうやっぱりこうノーズが丸いんでフラフラしないんですよね。あ、なるほど、うん、すごく立ち上がりやすいんで、あと、まあ、ファンボード乗ってた女性の方なんかにもすごくいいですね。初心者用のボードからステップアップとして次どんなボード乗りたいかななんていう方にはすごく、ね、いいですよ。あのテイクオフしやすいですよ、はい、もうなんていうのかな、やっぱりあの女性の方なんかだと特にあのスタンスした時になんていうかな、あのスタンスの幅が狭くなってしまうので男性に比べて、その分短いボードをやっぱり乗りたいと思うのでショートボードだと操作しやすいので。なるほどですね、ちょっと短めでも乗れますし短いのに安定してるのですごくおすすめです。じゃあショートラウンドよりもこうテコ早くしたり安定感を求めるんだったらこっちですね。そうです、そうです、はい、運動性能はやっぱ向こうの方がいいですけど、こっちはその乗りやすさというか乗りやすさ、ね、安定感とか、なるほど、コードにモードをもう少しこう作業を楽に楽しめます、はい、楽しみたいですもんね、はい、そんな夏は皆さんこちらです、はい、レイジーポテト、レイジーポテト、はい、皆さんお待ちしてます、はい、今日社長自らありがとうございました、はい、ありがとうございます。